地球人類は選んだのですね、滅びの未来を。消滅へのカウントダウン。シンクロチップスラットイン、クロスフュージョン。大丈夫ですか？それは私のセリフです。なんて無茶なことを。もしプライド王女の身に何かあったら大変です。ひどいな、テスラ。なんてことするんだよ。
なんか知らないけど無性に腹が立ったのよ。シンクロチップスロットイン、クロスフュージョン。ナパームモン、どう？ちくしょう、なんでみんなアステロイドを悪用するんだよ。このままじゃ地球は。もう何でもかんでも真正面から突っ込むのはよくないよ。少しは頭を使って戦うな。ヒーリングボール。カッツ！お前らの好きにさせるもんか！突然現れては破壊を繰り返すアステロイド。その出現するスピードと数はどんどん増えて、ご覧ください、今や世界中でアステロイドが現れ、ネット警察やネットセイバーと激しい戦いを繰り広げています。ネットもディンゴもメールちゃんやジャスミンちゃんまでアステロイドと戦っているのに、俺には何もできないのかよ。ん？もしかして俺にもネット警察から応援要請が？あーちゃん、出前頼むわ。ビーフとチキンの合いがけ大盛りでな。毎度あり。悲しい生き物だぜ、人間ってやつは。こんな時にも腹が減る。やっと分かったぜ。あいつらがいつ腹減らして帰ってきてもいいようにカレーを作って待ってる。それがこの俺に与えられた使命だったんだ。頑張れみんな、俺も最高のカレーを作って待ってるぜ。現在クロスフュージョンメンバー、そして各国のネット警察も全力でアステロイドのデリートに当たっていますが、なかなか数が減りません。どうやらデリートする一方、さらなるアステロイドが発生しているようです。このままでは。総監、どうされました？いや、いくらアステロイドに人間の欲望や憎悪を増幅する力があるとは言っても、この事態を引き起こしたのが人間であることに変わりはない。それを思うと、一体どうなってしまうんだこの地球は。スクリーンディバイド。スラーを倒さない限りいくらデリートしても無駄だ。どこにいるスラー。君たちのおかげで出現したアステロイドは全てデリートされた。しかしそれでもスラーが人間に与えたアステロイドのごく一部に過ぎないだろう。またすぐ現れるはずだ。いつでも出動できるように待機していてくれ。クソ！一体スラーのやつどれだけのアステロイドをばらまいたんだよ。こうしている間にもアステロイドは増え続けているかもしれないのに。俺たちには現れたアステロイドをデリートし続けることしかできないのか。はい、エンザン。ありがとう。アネッタ、なぜここにいる？お手伝いよ、お手伝い。私はみんなみたいに戦うことはできないけど、それでもみんなの力になりたいの。これって迷惑かな？全然な。迷惑だ。今の科学省はアステロイドの対策本部でもあるんだ。
いつアステロイドの襲撃を受けてもおかしくない場所なんだぞ。もし戦闘にでもなったらどうする気だ。そっか、でもその時はエンザンが守ってくれるんでしょ。帰れ。そんな、いいもん。私はみんなのために頑張るんだからね。冷た。あれは見つけたのっすら。不思議よね。何が？あの彗星って私たちにしか見えないのよね。うん、そうだよ。竜王のバカー！ドン！あー、すっきりした。一度思いっきり言ってやりたかったのよね。メイルちゃん、いきなりどうしたの？どうもこうも、これよこれ。竜王の紋章のこと？か弱い女の子にこんなもの貼り付けて。おかげで私、アステロイドと戦わなくちゃならないのよ。私はネットや演算とは違うの。普通の女の子なのに。普通ね。なんか言った？いえ、何も。そりゃネットの力にはなりたいけど、だけどやっぱり怖いし。メールちゃん、元気出しなよ。心配いらないってネット。ネット、ジャスミン、どうしたの？大変よ、すぐ来て。では、なんということだ。アステロイド、とんでもない数だ。やはり現れたか。みんな、出動だ。よし、行こうぜ。ロック、カーネル、力を貸してくれ。今、スラート交戦中だ。なんだって、スラート？このままアステロイドをデリートし続けても、拉致が開かない。アステロイドはスラーが提供したものならば、アステロイドをばらまくスラーさえ倒せば、奴らは消滅するはずだ。そうか。うん、ロックマン、カーネルと協力してスラーを倒すんだ。わかった、ネット君。相手は地球外ネットナビだ。油断はできない。エンザン君、ライカ君、ネット君に協力してくれたまえ。了解。他のみんなはアステロイドから町を守ってくれ。わかりましたわ。行きましょう。はい。よし、俺たちも行こう。クラグイン、ロックマンエグゼ、トランスミッション。クラグイン、ブルース、トランスミッション。クラグイン、サーチマン、トランスミッション。カーネル、大丈夫？ああ、気をつけろ。アステロイドとは比べ物にならない強さだ。援軍のご到着ですか。何体ナビを呼んでも同じこと。地球のナビに私をデリートすることはできません。なんだと？口で言っても分かってもらえそうにありませんね。行くぞ。爆発チップロングソード、スコープガン。何か撃つでは。
後ろからとはいい攻め方ですね。自分より強いものを相手にするときにはドア。サーチマン、こうなったらエンザ、ライカ、プログラムアドバンスだ。言われなくても分かっている。プログラムアドバンス、マドラチップ、フレンドラン、イクラスハンボール、ハイパーガンボール。プログラムアドバンス、マドラチップ、ブレイブ、アクア、エイキ、ワンド、エレメントソード。プログラムアドバンス、マドラチップ、ファイト、ブーツホットピン、無限ブルタン。いけバカな、プログラムアドバンスが全く聞いてないなんて。これが地球外ネットナビの力。わかりましたか、力の差が。第一、未来が選ばれた今、戦うこと自体無意味なのです。どういう意味だ。地球人類は未来を選んだのです。破滅の未来。破滅の未来。人類が破滅の未来を選んだだと。その通り。しかし直接未来を選ぶのはデュオではなく地球人類自身。ふざけるな。ならお前がばらまいたあのアステロイドは何だ。どう使うかは自由だったはず。悪用したのは人間の方です。アステロイドには人間が持つ悪しき心、悪意をエネルギーに変換し集める能力があります。悪意をエネルギーに変えるだと。ご覧なさい。これはアステロイドたちが世界中から集めた、いわば悪のエネルギー。そんなもの集めてどうするんだ。集められたエネルギーはデュオの彗星を起動させました。この惑星を消滅するべく。なんだって。そんな。地球人類はその悪意によって消滅するのです。自らの欲望を叶えるためには他人を傷つけることをも厭わない愚かな生命体だということです。違う。ネット君はそんなことしない。炎山様もだ。いつか彼らがアステロイドを与えられた人間と同じことをしないと誰が言い切れます。言える。僕はネット君を信じてる。俺もだ。おい、愚かなナビだ。エンザー様、チップを。ネット君。ライカ様。ああ、分かった。マドラチップ、アイナブレード。マドラチップ、ディブレード。マドラチップ、戦車砲。分かっていませんね。クロイ。直撃のはずが。全くダメージを受けてないなんて。いろいろ考えましたね。でもこれで終わりです。ライカ様。僕はブルース。サーチマン。
ネットワーク文明30年の歴史をデュオは丸ごと消し去るつもりなんだ。ブルース、サーチマン、そしてカーネルと僕はファストトンネルを通ってデュオの彗星に突入した。気をつけろロックマン。デュオの超テクノロジーを手に入れるためピーガルはダークロックマンを送り込んだぞ。時間がない、早くデュオの彗星を止めなければ地球は。次回ロックマンエグデストリーム、絆なき者の戦い、君も僕らと一緒にクロスフュージョン。